はい、すいません。はい、すいません。ソイソースチャンネル鍋のどうしても伝えたいこと。いやー、ちょっと今日このばかりで伝わってほしいなっていう、この俺の気持ちを。こんな動画まで来なかったじゃないか。楽天について。楽天に大好きな楽天についてのことだ。いや、これもううんざりしてて、言葉選べってお前。うんざりしてて、楽天ファンの人もうんざりしてると思う。楽天ファンの人もうんざりしてる。うんざりしてる。怖いんじゃないの。ちょっといいかい。もう本当に何も聞いてないから。あの、まあ楽天今、まあ勝率、はい、まあちょっと負けと勝ち全部一緒なの。はあ、だからまあいい試合もすれば、まあ、負ける試合もある、はい。まあ、ちょうど真ん中ぐらいの順位も、はい、で、そのね、俺思うのはそのめっちゃいい試合した、うん、ね、このテレビでさ、プロ野球ニュースあるじゃん、はい、だから今日はこういう結果になりましたみたいな、はい、あれ絶対にその楽天側の意見じゃない。その楽天対日ハムだったら、だから日ハム目線でその試合を言うの、はいはい、前半はこんなに打ちましたね、前半はこうなって負けてしまいました、はい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 、楽天目線がもう1個も出んだよ。で、たまにあの楽天目線、お、楽天目線来た、お、楽しみだって見たらすぐも楽天の最後は乗本投手が抑えて2連勝みたいな、うん、なんだよ。もう他の試合めっちゃ長いのにさ、楽天だけめっちゃ短いよ。これなんだろう普通に。いや、なんかさ、まあ、ファンが少ないっていうのもあるかもしれないけど、はいはいはい、でももっと均等にさ、同じ年、なんか12球団があって、毎回楽天短いの気持ちいい。視聴率とかがあってしょうがないんじゃないの。負けめっちゃ上がる。僕はオリックスファンですけど、うん、オリックスもずっとそうやった。おう、で、優勝したら急にオリックス目線になるけど、ほんなら負け出すっていう。あ、そう。ほんまになんかオリックスなんか勝ったら、なんならその他の4試合ぐらいやって、右下にその、うん、テロップで試合結果だけ出て終わる。うん、そう、全然めっちゃありますよね。この前も他の5試合を全部流して、はい、お、楽天の試合に流れなかったけど、楽天とあとどっかの試合も流れないまでするんだって、これメディアにそのテレビ局の方に言ってたもっと楽天をそれ長くしたかったら楽天ファンも増えませんよ。これさ、東北のテレビ局の地元のテレビ局は、あ、でも地元のテレビ局って言っては夜はでも去年全国のテレビ局だから、そうしたら昼とかでやってた、昼のニュースではやってくれるのにトピックしたやつあるけど、だからこれちょっとさすがにやりすぎじゃないかと。これちょっと声をないにして言った方がいい、うんうんうん、ちょっとその熱盛みたいな、うん、あるじゃん、ある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 、いや熱盛り少ないいやもういやいやもういやもういやつけ麺みたいないや、もう熱盛、いや、マジで本当にもっと長めで見たいだろ。いや、その人気ないから、人気ないからか、人気あるわ、さっき人気ないからな、楽天さんマジ一番やばい、一番やばい。いや、だけどその8月1日に東京ドームで楽天がホーム側として試合するんだけど、そんなめっこ埋まってる、もう全然1ヶ月前ぐらいからチケット販売、いや、もう東京にお住まいのあなた、楽天ファンのあなた、これテレビ局に言いましょう楽天をもっと斜めに回してくれ、署名集める、署名活動だ、これはやっちゃおう、本当にマジでもう本当に頑張ってるから今。今ちょうど A クラス上位3組に入るか入らないかみたいな戦ってる最中、いいポジションを取るよ。でもそうですよ、こんななんかちょっとさ楽しみ、毎日お父さんじゃん、毎日楽しみにしてるから、なんでゆくやつでじゃん
えるじゃん。本当に楽しみなんだよ俺は。だからこの楽しみを俺から奪わせてくれ。お願いします。お願いします。以上どうしても伝えたいことでした。